皆様こんにちは、くだです。マックの新発売の商品食べます。12月4日からマックさんでビーフシチューパイが発売されました。毎年ね、恒例となってはいるんですけど、僕ね、パイシリーズの中で1位2位を争うぐらい、このね、ビーフシチューパイが本当に大好きなんですよ。プチ情報なんですけど、ほら、こんな感じで、マックの袋もね、クリスマス仕様になっててめっちゃ可愛いんですよ。ほら、こんな感じでね、雪だるまちゃんがね、2匹いますね。そしてマックのイメージカラーである、赤色と黄色の帽子かぶってる。可愛すぎ。マフラーもしっかり黄色。鼻は赤。こういう感じのラインナップで、今回は食べていこうと思います。いただきます。ドリンクなんですけど、これどうするかめちゃくちゃ悩んで店員さんとね相談して決めました。僕が飲むかどうか、いやこれめちゃくちゃ人気だったら飲みたいんですけどみたいな話をして、ちょっと失礼な話なんですけど、まあいちごミルクみたいな味がしますよって教えてくれたんで、わいちごミルク大好きと思って買うことにしました。マカロンが乗ってるバージョンと乗ってないバージョンがあったんですけど、ちょっとマカロンはね我慢して普通のバージョンにしました。これから飲んでいこうかな。ダブルチョコストロベリーフラッペです。こちらはねマックカフェ限定の商品となっていて、めちゃくちゃ美味しそう。11月の20日から販売されています。あ、美味しい。うわ、美味しい。今日もね朝からねジムと歯医者頑張ってきたんですよ。ご褒美や。めちゃくちゃ美味しい。これは飲んだ方がいいよ。感動するレベルの美味しさ。あ、めっちゃいちごミルクフラペチーノ。ダブルチョコということで、ホワイトチョコと普通のチョコが入ってるというわけなんですけど、どちらかというとね、いちご感がめちゃくちゃ強いですね。あ、美味しい。でも一口目が一番美味しいね、やっぱり。上の方にね、ストロベリーソースがね、かかってるんで、これをね、よーく混ぜると、もっとね、いちご感が増すという、そういう感じですね。あ、いいね、これ。あ、めっちゃ美味しい。混ぜたらめっちゃ美味しい。カロリー、何キロカロリーだろ、これ。調べていい？274キロカロリー。270キロカロリーとか、傾斜を、結構つけて30分ぐらいウォーキングした時のカロリーですね。ダイエットマニアみたいになってますけど、全然そんなことなくて、あの時ウォーキングした30分間がこれ一杯で消えるって考えたらちょっと悲しいけど、でも美味しいから飲んじゃうよね。最高や。美味しいです。もし見かけたら飲んでみてください。いやね、これね、マカロン乗ってるバージョンもねちょっと食べてみたいね。では早速ビーフシチューパイいっちゃおうかな。今年のビーフシチューパイはこちら、とろりチーズのビーフシチューパイということで、あ、チーズなんですね、今年は。開けるとこんな感じです。で、このお椀を用意して、いただきます。おいしい。めっちゃビーフシチューが深い。バージョンアップしてないなんか。何時間かけて作ったのっていう、深みというか、コクというか、そういうのがね、めっちゃ詰まってます。チーズも入ってることによって、よりコクと深みが増してますね。美味しい。牛肉と野菜の旨味を引き出したコクのあるビーフシチューと、とろーり滑らかなチーズをサクサクのパイで包んだ一品。12月4日から発売でございます。うわ、本当に美味しいな、これ。やばい。もう一個食べちゃおう。半分に割ってみる？うまく割れるかな？あ、はい、こんな感じです。ビーフシチューパイの断面よりも、私の肉肉しい指がちょっと気になりすぎちゃう。なんじゃこの指。ちょっとどうにかするからね。あと半年ぐらいで。あと半年間はこの肉肉しい指とお付き合いくださいませ。ちょっと押してみよう。うわ、なにこれ。透明で見たらチョコレートよ、これ。そして、ほら、チーズもね、結構入ってる。ビーフシチュー8、チーズ2ぐらいの割合かな。いただきます。この食べ方、贅沢。ちょっとね、甘めのビーフシチューですね。チーズもビーフシチューもトロトロ。そこにこのサクサクのパイ生地。
ドリンクはね、一応創建美茶にしました。シンプルに美味しい。一旦ポテトいきたいと思います。ポテトの M サイズです。いただきます。うわ、うまっ。うわ、たまらんな。いつもはね、M サイズじゃ足りなくて L にするんですけど、我慢しました。えらい。前回も食べたんですけど、シャカシャカポテトのガーリックバター味、これはね、めちゃくちゃ美味しくて、今回もね、それで食べようかなと思ったんですけど、とりあえず塩味で食べようと思って食べ始めてたら、塩味がね、めちゃくちゃ美味しくて、そのまま食べちゃってます。プラス40円までしてフレーバー買ったのに。僕の虫歯が結構深刻なんで、麻酔とかして結構なんかいろいろやるんですよ。で、麻酔この前やってもらって、その後3、4時間ぐらいずっと口の中がもう麻酔で感覚なくて、ちょっとしんどかったんですよ。ちゃんと喋れないし、なんか頭はぼーっとするし、結構麻酔が苦手みたい、体質的に。だから今日も麻酔打ってもう何も食べれないんだろうなと思って、朝軽く食べて、ちょうどダイエット中だし、まあそんなにがっつりも食べることないだろうなと思ってて、もともとこれもね、今日撮影する予定じゃなかったんですよ。今日歯医者行ったら麻酔なしで結構いろいろやられたんですよ。めっちゃ痛かった。半泣きになりましたね。一回30近い大人でしょ、言えないじゃないですか。痛かったら手挙げてくださいねって言うけど、開けたくないやん。なんかでもめっちゃ我慢しましたね。痛かったら手挙げてくださいねっていうのは、もう痛いじゃん。痛くなる前に手挙げたいんですよ、できれば。でも痛くて手挙げたらもう時すでに遅しじゃんっていうのが僕の理論なんですけど、どう、共感できる？みんな痛い思いしたくないのに、痛い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 痛ったって、それはちょっと心の奥底からの叫びですね。思ってる人多いんじゃないかな。歯のことを気にせず美味しいものを食べれるのは全国の歯医者さんのおかげよ。歯が正常じゃないとご飯も美味しく食べれないからね。ほんと感謝ですよね。節制してる時のポテトってなんでこんなうまいんだろう。いつもの5倍増しぐらいでうまいぞ。止まりませんね、これは。3つ目のビーフシチューパイ。超絶幸せ。例えば今着てるパーカーは、この前のブラックフライデーで GU で買ったパーカーですね。4000円ぐらいしたパーカーが1000円オフぐらいになってたのかな。可愛くないですか？このフードが、大きいのが結構可愛らしくて。真っ白のパーカーは持ってるんですけど、このちょっとね、グレーがかったパーカーめっちゃいいなと思って買いました。4色ぐらいね、カラー展開があって、ダントツこの色がね、他ではあんまないなと思って、これにしました。色の感じで美味しいっていうのはもう伝わってきますよね、このビーフシチューの。あ、美味しい。ずっと美味しいが続いてる。一個はちょっと我慢して、夜もう一回食べようかな。今夕方ぐらいなんで。では最後、グラコロいただいていこうと思います。もう皆さんグラコロは食べましたでしょうか ?2 種類出てるんですけど、こっちがね、通常のグラコロです。この前ね、コメダのグラコロも食べて動画上がってると思うんですけど、マックのグラコロ食べて、コメダのグラコロ食べて、もう一回マック食べて、どっちが本当に美味しかったかっていうのね、同時ではないんですけど、食べ比べてみようと思います。うわ、美味しそう。やっぱね、このね、匂いもちょっと違うし、バンズがめっちゃふわふわ。こんな感じです。大きさがやっぱ全然違うね。コメダのハンバーガー、2.5 倍くらいあるんじゃないかな、ほんと。千切りキャベツと、卵タルタル的なものが入ってますね。いただきます。コロッケとか、ビーフシチューとか、冬って心温まるというか、なんか謎の安心感がありますよね。美味しい。マックの方が好きかも。何なんだろう。
グラコロって結構前からあるじゃないですか、メニューとして。だからちょっとね、懐かしさ補正的なものもね、若干入ってるんですよ。あ、これだよこれみたいな。で、今年のグラコロからチーズを多めに加えてコクがね、アップしてるというね、まあ、そういったね、こともあったりして、今年のグラコロはね、より美味しいんですよ。あと、なんと言ってもね、このふわふわバンズがやっぱり一番の特徴かな。このバンズが好きな人結構多いじゃないですか。ホワイトソースのクリーミー加減、マカロニとエビが入ってます。そしてこのコロッケソースもね、やっぱいいですね。コメダの時はカオルポロチーニと言って、ポルチーニソースがこのコロッケソースの代わりにかかってたんですけど、やっぱりコロッケにはこのカツソース的なものが合うよね。ポルチーニもね、もちろん美味しかったんですけど、やっぱマックの勝利かな、これは。コクがすごい。衣もね、程よくサクッとしてて、このサクサク感がこのふわふわのバンズとめちゃくちゃ合うんですよ。これがね、いつものハンバーガーに使われているバンズだったら、多分ね、ここまで美味しくないんですよ。グラコロに合うバンズが選ばれてるんだなっていうのがね、伝わってきますね。ではラスト、いただきます。完食です。ごちそうさまでした。本日の第1位はとろーりチーズのビーフシチューパイ、おめでとうございます。いや、これはね、文句なしの第1位でしたね。理想のビーフシチューとはこれみたいな、甘めのコクの深いビーフシチューだったんで、グラコロもね、もう安定の美味しさすぎて、あと3回は食べたいですね。よかったら参考にして買って食べてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。